皆さんこんにちは。こんにちは。今日は前回は、シングルブレストのフロントデザインをご紹介、はい、したんですけど、うん、前回に続いて今日はダブルブレストのフロントデザインをお届けします。はい、ダブルっていうと、まあ、こちらになるんですけど、うん、シングルはもうこの真ん中にボタンがついてこう真ん中で止めるというデザインですけど、ダブルはこう重なり合ってるんですね。前身が、うん、重なり合ってこういう風にそうなんです。なるほど。なのでこうボタンが2列ついてるんですけど、うん、まあ、2列あるんで2列で止めるとボタンも、うんうん、いうデザインですね。だからダブルという、ね、そうなんです、うん、でここしか止めてへんやんと、うん、一見思うかもしれないですけど、うん、中ですね、うん、実は中で止めてるんですね。これダブルはこんな風に、これね、はい、これはまあ、引っ張りっていう仕様で、うん、まあ、ここに紐のようなものがついて、うん、映ってるみたいな感じになるよね。そうですね、はい、まあ、ここがビラビラとこう泳いだりしないようにボタンで止めた方がやっぱ綺麗になるので、うん、こういう引っ張りっていうので内側を止めて、うん、こうもう一つ止めると、うん、2列で止まってですね、うんうん、こういう仕組みなんですけど、まあ、これはダブルの場合この内側のボタン止めっていうのはこの引っ張りっていうのと、うん、もう一つこの紐がないタイプのボタン止めっていうのがあって、うん、ボタン止めっていうのはこの辺りにボタンがついて、うんうん、こっちにボタンホール、ああこっちに穴が開いておいてこっちのボタンとこう合わせてでこっち止めて、そうです、なんですかな、打ち合いを止めるってことだよね。はい、こういう風になんかこうちょっと紐がね鬱陶しいなとか思われる方は、うん、ボタン止めにされてもまあ意味は一緒なので、うんうん、どちらでもお好きな方で、なるほど、うん、選んでいただいたらいいかなと思います。はい、選べれるよね、それ。そうです、うん、選べます、はい、まあ、基本的にはだからうちは引っ張りなんで、ね、引っ張りが多いですね。はい、でまあ何といってもダブルというと、はあ、やっぱこう重厚感、うん、ガチッとしてるもん ね。そうですね、貫禄がやっぱり出ますね、これは、うんうん、よく雑誌とかテレビで、はい、ダブルのジャケットとかダブルスーツはガッチリした人に似合いますって書いてあるけど、それはちょっと違うよね。別に元来、これはなんていうか体を大きく見せられるようなタイプなんで、細い人が大きく見せたり、はい、混んだりするね、はい、そうですね、うんうん、やっぱほ細い人はどうしてもね、うん、よく勘違いされるな、あんたかっぽくあるから、はい、ダブルの方が似合うわって。そうでもないよね、実はそうでもないという、うん、痩せた人も逆にむしろ痩せてる人の方が似合うということもありますね、うん、はい、あとあれもね、例えばビジネスでも、じゃあビジネスで、ダブルはダメなのかって言ったら、まあそれはちょっと違うと思うよね、やっぱり何、はい、て言うかな、その立場によって、例えば言ったらちょっと偉いさんなんかは、はい、なこういう、こうダブル着ている方も結構多いもんね。多いですね、うん、ただちょっとやっぱり重厚感あるだけに偉そうに見えてしまうと見えるから、それはあるかもしれないですね、うん、面接時にはこうちょっと確かに、うん、偉そうに見えてしまうということで、はい、敬遠しとった方がいいんちゃうかなと思うけどな。そうですね、うん、面接はシングルの方がいいよな。そうやって偉そうに見られたらこんなやつ、はい、会社来てもらったらのさばられるわみたいな感じなのかもしれない。そうですねなるほど、はい、まあ、ダブルは、まあ、僕がシングルだとこういう風に座ってる時なんかはボタン外してるんですけど、うん、ダブルはあんま外さない方がいいですね。うん、かっこよくないんで。あ、やっぱりちょっとだらしなく見えるね。だらしなく見える。すごいベローンとこうボタンを外すとこう広がってしまうので、うん、ひら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 しちゃうんで、こうあんまり開けてきない方が、はい、締めてと。そうですね、なるほど、大人の男ならシャキッとしろということですね。
ダブルならとダンディズムですよなるほど、ダンディズムでダンディズム締めていけよとそうです。なるほど。これの今日はダブルスーツのデザインの紹介をしてもらうということですね。はい、まあ、あの次早速じゃあご紹介させていただきます。はいはい、はい、じゃあ、早速、はい、デザインの紹介なんですけど、うん、まず、まあ、先かけてたこのジャケット、これは4つの1つ掛けですね、うんうん、はい、4つボタン1つ掛けっていう、うん、まあ、あの M2 プラントでは一番よく出るデザインなんですけど、ダブルよく出るよなこれ、はい、まあ、特に礼服なんかは、うん、結構この4つボタンの1つ掛けっていうのが多いんですけど、もともとは、うん、ダブルっていうと6つボタンの2つ掛けっていうのがスタンダードなデザインなんですけどね。英国では、うん、日本ではこれなんでうちで一番多いかっていうと、うん、まあ、あの1980年代のバブルの、うん、後半のバブルの時代ですね、うん、この時に、うん、この4つボタンの1つ掛けのちょっとこうルーズに着る感じのダブルが流行ったんですよ、4つの1つ掛けの、うんうんうん、そこからまあずっとそれがもう定番になって、その当時、まあ、俺学生やってんけども、はい、あれ、あの教師ビンビン物語の、あの田原俊彦とかもうとしちゃんガボガボのスーツで、あの無地のちょっとパープルとかやってめっちゃ足開けとったもんね。今だともうやばいですよね。それは買ったこんなんだよな、うん、あのルーズビットモデルってそういう意味やろ、ダボダボって言うんだから、はい、うん、そうなんです、その当時流行ってた。へえ、僕まだ見たことないんですけどね。その時にこれ、そうです、その時にこれが爆発的に増えて、うん、4×1 とか、まあ、6×1 とかもそうなんですけど、うん、で、まあ、今はもうそんなにルーズなソフトスーツっていうのは少なくなってきたんですけど、このデザインがめっちゃ定着 したんですね、うん、なので、まあ、うちではもう一番多く出る、はい、それ知らんかったわ。だってお葬式とか行ったら全部この形やで、大体 6×2 なんて見ることなんて少ないですね。うん、うん、本当ですね。もうそれの名残なんだよね、言ったら。そうです、だから日本ではこれがスタンダードって感じですね。うん、はい、ほんなら何、やっぱりこういうのってもともとルーズフィットから、モデルからスタイルからこう流行ってるっていうことは、タイトにする場合は、まあ、これじゃなくてもうちょっと6×2 とかにしてた方がいい。そうですね、これは一つ掛けなのでやっぱり V ゾーンが結構広いんですね、うんうん、だからあんまりこうタイトに着る向きのデザインではないです。あ、なるほど、だい、6×2 とか、うん、6つボタンの2つ掛けとかの方が V ゾーンがちょっと詰まってくるので、うん、カチッと着るには、ね、タイトに着るにはあんまりこうこっちではなく2つ掛けとかの方が、うん、はい、いいですね。礼服なんかはもうタイトに合わせるかも。そうですね、体型もう長いこと着たいから体型、はい、なんていう、保てるかどうかわからないからって言って、大体あれやもんな、ちょっとゆったりめにして作りはる人多いんだね。うん、そうなんですよ、うん、今でも礼服は基本的にはこれですね。なるほど、はい、これが4つボタンの1つ掛け、はいはいはい。じゃあ続いてが、うん、6つボタンの、これ6つあります、うん、の2つ掛け、さっき言ってたやつや。はい、うん、そうです。これが一番本当はスタンダードなデザインですね、うん、6×2、ね、伝統的な英国スタイル、英国スタイル、ブリティッシュ、ブリティッシュ、うん、さっきよりもやっぱこう見てもらったらこの V がちょっと狭くなってますね、うん、個人的にはもうこれ一番おすすめ、おすすめです。これはあれ2つ止めるもんな。はい、ただ、うんうん、あのね、雑誌なんかは、うん、ほぼ外してます、ここ。ほんま？これ言い切りますけど。マジで、はい、この間言い切って間違っとったで雑誌見てください、ね、うん、雑誌、うん、ダブルの雑誌、うん、基本的にコレクションとか着てる人方々は、うん、外しておられますので。最後不ね、最近ね一回ご覧ください。おしゃれに着たい方はここ外してください、うん、で、まあ、はい、この
スタイルは一応もう一番英国スタイルなんで、うん、あのチャールズ皇太子が、うん、おじさん、はい、おじさんですね、もう皇太子と、俺おじさんですよ、王子様ですよ、うん、俺滑舌悪いから気をつけて、すいません、俺が気をつけるがもう好んで来てる、うん、だいたいダブルなんじゃないかなと思いますね、たまにシングルとかもあるんですけど、うん、チャールズさんはダブルです、うん、ほとんど、うん、でこれはまあうちではさっきの4つボタンの1つ掛けの次に人気がありますね、うんうん、結構こういうので細くしてる人おるもんな、いますね、僕もだいたい細く作るときはもうこれですね、うん、持ってんの？持ってます、うん、伝統的やからね、はい、うん、伝統的が好きなんで僕は、うん、そうなんですよ、これ作ってください皆さん、うん、一番おすすめスタイルなんで、うん、で、うん、まあ別にこれは覚えてもらわなくてもいいんですけど、うん、さっきの4つボタン1つ掛けとか、うん、今のこの6つの2つ掛けとかっていうのは上のボタンが、うん、ここのボタンよりもこの間隔が広いんですね、うん、これをね、うん、スプレッドアウトって言います、こういう、すごい知識よねちらつかせるなえ、スプレッド、スプレッドアウト、スプレッド、スプレッドアウト、アウト、アウト、スプレ、もうあれですよ、スプレッドは広がるって意味ですから、ね、ああ、こういう風に広がる、はい、でアウト、広がってアウトしてる、広がってアウトしてる、ルー大柴みたいな、ヤブカラスティックみたいな、ヤブカラスティックにスプレッドアウト言いました、ね、いや、そうそうそう、そう、なんか見えてきたもん、ルー大柴に、お前ですか、なるほど、はい、これが今流行ってる、そうですね、うん、うん、まだ言うてもあのダブルが流行る流行るって言ってもまだやっぱりダブルは既製服ではあんまり出回れへんのね、言うたらちょっとやっぱりこう勇気がね、最初の勇気がいるんで、うん、意外と作ってみるといいやんってなるんですけど、うん、ちょっと勇気を出して皆さんダブルに挑戦しましょう、うん、今年は、まあ、ダブル自身があのビジネスでみんながどこでももう着れるようになったらまた既製服もそのダブル作りはんねやろうけども、うん、どうしてもやっぱりシングルの方が売れちゃうんで、そうですね、リスクをかけたくないということでやっぱり、ダブルは流行らんねやろな、そうですね、なんか面白い雑誌とか見てると、うん、ダブルの方がやっぱり単純に生地を使うので、うん、既製服の場合は、うん、コストカットのためにシングル流行らしたみたいなのも見ましたけどね、あほんまか嘘かは嘘やと思うけど、うん、あそれ否定されました、これが 6×2 6つボタン2つ掛けです、はい、はい、じゃあ次は、うん、4つボタンの2つ掛けです、うん、まあこれは四つボタンのさっき見せたやつのあれじゃん、ボタンないバージョンじゃん、あ、6×2 のですか、うんうん、あ、僕無視したんですこれ嘘です、そればっかやねん違います違います、うん、ちゃんとしたあるデザインで四つボタンの二つ掛けっていうデザインなんですけど、うんうん、これも結構礼服とかで注文される方も多いですね、うん、やっぱりちょっとこうね、4×1 って少しルーズな感じに見えてしまうこともあるので、うん、もうちょっとカチッとさせたいなっていう場合はこの 4×2 でご注文いただくことがありますね、ルーズも狭いもんな、ちょっと狭くなります、 6×2 と一緒にな、はい、ですね、これはスプレッドアウトじゃないやろ、違います、違うよな、これ逃げてないもんな、逃げてないです、この縦一列に並んでるボタンの配列のことをオールインラインと言います、やったスプレッありがとうございます、いえいえいえ、スプレッドアウトこうへんなら今度は何、オールインラインです、来たね、全てラインの中にということですね、どういう意味ですかどういう意味か説明してよ、まあ、難しいねこのね、うん、まあ後で見てもらうと分かるんですけど、うん、他にもまあ 8×4 とかもあるんですけど、このボタンが平行にまっすぐ
ついてるんですね、うん、さっきのはこう横に 6×1 とか 4×1 とかっていうのはもうちょっとこう広がって上のボタンが広がってついてたんですけど、このジャケットは同じ位置ですね、間隔が上下のボタン一緒なんで、こういうまっすぐついてるボタン配列のことをオールインラインと言います。はい、来たね、バイリンガルだねバイリンガルで、うん、頑張ります、うん、これでもスッキリしてるの？はい、うん、まあ、ちょっとカチッとしたいスーツはね、礼服でもいけると。はい、礼服いけます。これが4つボタンの2つ掛け。はい、じゃあ次が、はい、6つボタンの1つ掛けですね、うん、これもあのさっき言ったスプレッドアウトですよスプレッドアウトやろ。スプレッドアウトですね、はい、これも、うん、最初の 4×1 の、まあ、仲間みたいなもんで、ソフトスーツの時に流行ったデザインですね。ここつけただけやろ。そうですね、うん、だから胸の飾りをつけたのが 6×1 やね。 4×1 の、はい、ボタンを飾りで増やしただけ、ね、しただけ。だからここを取ってしまったら、この乳首のあたりを取ってしまったら 4×1 になるね、言うたらなりますね。まあ、うん、そうですね、うん、そうです、そうです。 4×1 こうといて、ちょっと飽きたらここにボタンつけたら 6×1 になるね。そうなんです。なるほどなるほど。これもあのさっき言った、だからゆったりめに来た方がいいっていう。そうです、バブル時代のやつですね。これも流行ったデザインですね、うん、なるほど、うん、これが6×1。 はい、はい、はい。じゃあ次は2つボタン1つ掛けなんですけど、僕これね、さっき 6×1 のボタン全部ちぎっただけなんです違う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 、これはちゃんとしたデザインですから。あ、そうなんですか。そう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 、そうやから。取ったじゃないですか。そう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 、それ俺が言うんやったらええけど、さっき言わんといてあ、すいません。まあ、あのボタンなくしただけなんですけど、これは、うんうん、これもソフトですね、うん、ソフトスーツです。ダボっと着るようなんですね。はい、うん、だから、まあ、4×1 とか 6×1 に飽きたり、うん、ちょっと仕事で嫌な時があったら、うん、無視ってなる。だから 2×1 作っといて、飽きたら、ね、1つずつ足してるってもいいやりだ。あ、そうですね、はいはい、そうです、そうです、うん、でもデザイン的にはなんていうの、ボタンがあるかないかだけの、飾りのボタンがあるかないかだけの話だよね。そうなんですよ。なるほど、はい、なすいません、ちょっと嘘つきました、うん、でもまあパーティーなんかではいいんじゃないのいつもパーティーとか言うやんか褒めだってよ。もうちょっとあんまり受けへんもんね、店で。受けないですね。 1,2 回ですね、僕は。 あるやん、受けたことあります。 2×1、なんていうの、それ嫌なことあった時はこう無視してくださいけど、これ無視したらあかんねん。これ無視したらもう、これ無視したらもうあれへん、ね、えらいことになります。1個しかないんだよねそうですねなるほど。これが2つボタン1つ掛けになります。はいはい、はい、じゃあ続いてがですね、うん、6つボタンの3つ掛けです、うんうん、めっちゃ多くついてるな、これ。そうなんですよ、うん、まあ、やっぱりもう3つ止めてるんで、うん、V ゾーンはすごい狭くなりますね。これネクタイ見えんの？もうギリ見えます。ギリもう結び目ちょこっと見えるちょこっとだけですね、うん、もっとすごいのありますから、こんなと。なるほど、はい、これは、うん、まあ6つボタンの2つ掛けよりももうちょっと後にできたデザインらしいです。うん、調べたところによると、うんうん、調べたんやそうなんです。うん、うん、で、これがねできた時は主にチョークストライプっていう柄ですね。ああ、あの幅やな、太いやつやろ。太い、線がこうチョークで書いたようなこうぼやけた線のことをチョークストライプっていうんですけど、そういう柄の生地で主に仕立てられてる。はい、ちょっと太めのね。そうなんです。あれ、まあ、ストライプっていうのは何だっけ、何があるんだっけ。ペンシルストライプ、はい、ピンストライプ、チョークストライプ、ペンピンチョーク、ね、ペンピンチョーク、
その中でチョークがよく、よくこういう六角さんに使われたわけで、そうなんですよ、うん、でまあその後また1960年代ぐらいにもモッズスーツとして、まあ、シングルの時にもちょっとご紹介したモッズスーツですね、1960年代、はい、にこのスタイルがまた流行ったと、うん、これあれね、着丈めっちゃ短くできへんね、あんまりしない方が、だって V どんどん上がってる、上がりますし、ポケット位置のバランスなんかもちょっとおかしくなっちゃいますね、うん、短くしすぎると、うん、でもかっこいいね、なんかデザイン的やもんね、はい、うん、ちょっとねウエスト位置も高めの デザインでシェイプされた感じ、これもタイトに作ると結構かっこいいですけどね、モッズスーツとかはねこれで一回作ってみてもらったらいいんじゃないかと思います。なるほど、これが6つボタンの6×3 になります。はいはいはい、なんで笑ったの、はいがちょっと強かったかなと。ああ、うん、もうドキドキだ。これ最後です。最後、はい、最後は8個の4つ。すごいな。さっき見てもらった6つの3つ掛けよりももっとここ。これも完璧に結び目しか見えない。ネクタイ結び目しか見えへんやん。そうなんですよ。これ斬新ですね。うん。うん。これも聞いていい？はい。オールインワンやったっけね。オールインライン。これオールインラインですか。まさにこれぞオールインワン。はい。オールインライン。見てください、このシンメトリーなボタン配列。うん。シンメトリー左右対称というかですね。うん、まだ来た。今日はバンバンボキャブラリーが出るね。ヤブからスティックに入れていきますよ。ああ、もうスティック。それ引き出し、はい、うん、すごいな、はい、引き出し開け、それヤブからスティック人のやつだからね、すいません、なるほど、ちょっと言い忘れてたんですけど、うん、4×2 とか、うん、6×3、うん、8×4 っていうのはこれボタン全部止めます、うん、あの 6×2 だけがちょっと例外で、うん、一つ外したりするとちょっとこじゃれた感じになるんですけど、うん、後のやつは基本全部止めてください。わっ、これ開けたらあかんの、これでいなせなんちゃうん、こうやったら、まあいいとは思うんですけど、いいねん、どっち、あんま見ない、ああ、止めてるやつがいいっていう、はい、なるほど、うん、こう、それはもうやっぱおしゃれっていうのはね、うん、個人の好きにね、うん、楽しむものなので、うん、かっこいいね、俺一応持ってんの、あ、そうなんですか、持てん持てん、今度着てきてください、いや、これな、持ててんな、お客さんにこれいいでしょって言ったら入りの乳首みたいに言われて、ヨウさんついてるやんか、言ったらこの動画でそんな言ったらダメじゃないですか。いやそれは言うとあかんよ、そんなの、すいません、あのね、おしゃれなってパターンなんですよ、言われたことがあるよっていうことをやっぱり情報としてやっぱ言うとか、はい、あ、なるほど、うん、その時にちゃんと返しを考えとかないと言われる可能性もあるっていうことや、あ、うん、絶対カットせんからね、俺。絶対カットせん。わかりました、はい。めっちゃかっこいいです、これ。そうでしょ。これも、あの、6×3 と同じように、モッズスーツとして作る方がいますね。うん、はい。これが、8×4 になります。なので、あれ読む、いや、あのこれ締めですよ、うん、あ、これ、あ、これ最後の最後ですから、はい、あ、そっかそっか、これダブルは、ちょっと言って、 4×1 4×2 6×1 6×2 6×3 8×4 2×1 7個ですね、うん、あれちゃうの、シングル多いやん、デザイン、そうなんですよ、え、シングルの方が出る数多いのに、はい、ダブルの方がデザインが多いの、やっぱコスト削減ですかね、どういうこと、どういうこと、どういうこと、僕さっき言ったじゃないですか、コスト、ダブルはあれやろ、頑張ろうとしてんのやろ、流行るように、あ、彼らはだから、みんな仕立てでもオーダーしてもらうのは困るよ、言うたら、そうですね、うん、だって
人気がある5つのデザインシングルに対してやで、7つあんねんからダブル。本当ですね、うん、ぜひみんなにオーダーしていただいて。そうですね、もうフロントデザインだけでも12種類か。そう多いですね。あ、シングルとだからダブル合わせたろ、はい、うん、だから最初のなデザイン選んでもらうだけでも結構悩んでしまうね、うん、そうですね、それだけ楽しみがあるってことだよね、はい、うん、まあ、そういうことで今日はダブルブレスト編かな、はい、になりました、ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。オーダーチャンネルを面白いと思っていただいた方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマホの方は動画の概要欄から、 PC の方はこちらにあるボタンからチャンネル登録をお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。